ケレム・デ・ミルバイは、ドイツ・ノルト・ベスト・ファー練習、ヘルテン出身のプロサッカー選手。バイエル・レバークー全所属。ポジションは、ミッドフィールダー。2014年4月19日の VFL ・ボルフスブルク、戦でブンデスリーガ初出場。試合には1から3で敗れた。2015から16シーズンは2部のデュッセルドルフに、レンタル移籍した。2016年7月13日。 ホッフェンハイムに移籍した。2018年4月5日、クラブとの契約を2022年まで延長した。2019年5月9日、バイエルレバー空前にシーズン終了と同時に移籍することが決まった。契約期間は2024年まで。自身のルーツであるトルコの世代別代表経験がある。2015年3月、 U21 ドイツ代表監督のホルストルベッシュが UEFAU-21 欧州選手権2015のメンバーに選んだが、負傷のため試合に出場することなく大会を終えた。2017年5月、ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された。6月6日のデンマークとの親善試合で代表デビュー。 コンフェデレーションズカップ第3戦のカメルーン戦で代表初得点を挙げた。2015年12月の試合でビビアナ・シュタインハウス出身に退場を命じられた際、女性差別と取れる発言を行い非難を浴びた。これに対する罰として女子サッカーの試合でレフェリーを行うよう命じられた。ありがとうございます。